与野党の立法委員71人が結成した第10回台北国会議員連議会は20日に発足しました。会長を務める羅智成立法委員は、台湾とアメリカの関係のさらなる進展が期待されている、アメリカの大統領選挙が終わったら訪問団を組織して次期大統領の就任式に参加し、次期国会議員との交流も深めたいと話しました。半数以上の立法委員が台北国会議員連議会に参加していることから、台米関係は超党派の支持を受けていることが伺えます。アメリカ在台湾協会台北事務所のウィリアム・ブレント・クリステンセン所長は、我々はよく台米関係を真の友、真の進展と形容している。この良きパートナーシップは新型コロナウイルス予防における提携から見られると話しました。習家民国の蕭美琴新任アメリカ駐在代表は、猫のように機敏に動き、狭い空間の中で生きる道を見つけ出す実力を発揮し、台米関係を促進すると宣言しました。